お会いできて光栄の至り。我は治安官のチンイーと申す者。治安局個別訪問サービスにいかなるご用がおありか。ちょっと待っててくれ。おや、店長殿、これは失敬。自動応対モードがオンのままであった。してご両人は。作られたものでさえ命の意味を理解できるなら、あるいは人間にも。ふう、終わったか。やはり名作だな。かように夢中になって何を見ておったのだ。アナイアレイター2は見たことある？いつかチンイーにおすすめしようと思ってたの。未だ見てはおらぬ。1秒ほどいただこう。うん、なるほど。ヒューマノイド E800 が危険に満ちた終末の世で少女を守り、互いに助け合う。そうするうちに感情が芽生え、最後には望まぬ別れが訪れる。という物語であるな。うむ、まずまずのプロットと言えよう。おや、ネタバレを検索してしまったのかい。映画を消費するやり方としてはおすすめしかねるよ、治安官さん。ネタバレではござらぬ。データベースからこちらの作品を抽出し、データ分析とパターン認識を実行したに過ぎぬ。マスター、これは高度な人工意識によるテクノロジー的な言い回しです。通訳して差し上げましょう。実のところこれはネタバレを意味します。ふむ、ご両人の家庭用スマートアシスタントは何やら風変わりな性格設定。おっと、そうであった。ちょうどご両人に業務上の頼みがあるのだ。人間の行動解析のためビデオを何本かお借りしたい。とりわけ謎めいた力が災いをなすようなホラー映画の類を所望する。治安局個別訪問サービスのためいくらあっても良いぞ。なんか謎だね。一体どういうサービス。店長殿はある種の習字的な表現を用いたようであるな。かくいう我もこの個別訪問サービスなるものにはいささか関心を書いておる。それで自動応対モードをオンにしたと。まあ僕もつまらない仕事が寝ている間に終わればと思うことはあるけれど。つまらぬ仕事、おっおっおっ。ただつまらぬだけであればどれほど良いか。元はといえば局のオイラ方がとあることに気づいたのが事の発端。何故再三の取り締まりにもかかわらずインターノットは健在であるのかとな。そこで塞ぐは流すに及ばないという策を聴診したのは他でもない主演なのだ。フォローにまつわる市民たちの要望は枚挙にいとまがない。その全てに治安局が対応できないとなればインターノットの出番となるは必定。ゆえに全ての治安官が日々一定の時間を割き市民の問題解決に当たる。これこそが個別訪問サービスの基とするところであり、そうして治安局への信頼を醸成することこそインターノット一斉美化計画の第一歩となると。うん、まさに根本的な解決ってやつだね。さすがは主演さん、一部の隙もない周到な計画だ。こうすごく心強いな。うむ、優れた策であると言えよう。何やらご両人は手放しで賛成という風でもなさそうであるが、まあよい。我とて真摯に向き合っているかといえば、市民たちの要望はあまりに斬新であるゆえ、婚約者が浮気をしておらぬか試せやら、六分外で謎の力が悪さをしておるゆえ治安官に来てほしいやら、真に忌々しきは今日の我が相棒よ。あやつめ、個別訪問なんて一見退屈ですけど
何と言っても先を見据えてますから、などというのだ。かと思えば我が白湯を一口も飲まぬうちに光の速さで別の事件を引き受け、セイちゃんを連れて飛ぶように去っていくではないか。こほん、まったく近頃の若者と来たら。若者がみんなそうとは限らないよ。相棒が必要なら私立候補しちゃおうかな。治安官と一緒に調査できるなんて映画みたいだもん。うん、かっこいい。ほう、意外や意外。店長殿がかようなことに興味津々とは。君はただ人の権力で威張ってみたいだけじゃないのか。治安官のバッジを上着につけて。店長殿に協力してもらえるのなら我としては大助かりであるぞ。だがバッジを授けるわけにはいかぬゆえ、口頭で治安官補佐と呼ぶにとどまるが。残念だったな。じゃあリン、店のことは僕に任せて安心して行ってくるといい。では我はまだ個別訪問すべきところがあるゆえ、後ほど町で会おう。ホリーよ、何も遠慮することはない。思うままに述べてみよう。うん、実はね、ホリーのお友達のテディが何日も行方不明なの。行方不明との？ふむ、この地区でそのような届けは提出されておらぬようだが。ホリーよ、最近ご両親と治安局へは行ったであろうか？うん、パパはね、うちは旧地下鉄エリアから逃げてきたばっかりだからテディを構ってあげられる元気はないんだって。でもホリー心配で、こんなにテディに会えなかったこと今までなかったから。うん、ホリーちゃんは間違ってないよ。治安官補佐の言う通り、行方不明はただごとではない。これは治安局が対処せねばならぬ。ホリーよ、テディの写真などを持ってはおらぬか？ある、いっぱいあるよ。でもこないだ引っ越しの時、急いで避難する列車に乗ろうとして荷物は全部。構わぬ構わぬ、なれば治安官のお姉さんがいくつか質問をしよう。ホリーはしっかり思い出してくれればよい。我らがテディを見つけられるかどうかは主が正しく答えてくれるかにかかっておる。よいな。では始めるとしよう。身長と体重は？テディはホリーより20センチ小さくて101センチだよ。体重はホリーよりも重くて32キロなの。行方がわからなくなった日、テディはどんな服を着ていたのだ？色は？サメの形の青いつなぎだよ。これで間違いないであろうか。あ、治安官のお姉さん絵が上手だね。テディにそっくり。もう何日も経っちゃってるけど見つかるかな。案ずるでない、市民ホリーよ。主の届け我がしかと受理した。よかった。パパがね、治安局の大人たちは忙しいからどうせ相手にされないって。安心するがよい。この珍異、治安官として見て見ぬふりなどせぬ。では最後にもう一つだけ、
ホリーの助けがいるのだ。よいか？うん。主が最後にテリーを見た時間と場所は？グラビティシアターだよ。ホリーポップコーンを食べたくなっちゃって、テディが外まで買いに行ってくれたの。映画が終わるまで待ってたのに帰ってこなかったんだ。グラビティシアターとの、なんと文書のほど近くではないか。確かに変だね。調査してみよう。うむ。だが我はホリーを送り届けねばならぬ。後ほどルミナスクエアのグラビティシアター付近で落ち合うとしよう。その様子、何やら見つけたようであるな。怪しいものがたくさんあったよ。すごいでしょ。人員に鑑定してもらおうと思って。店長殿、何故このような廃棄物ばかり。ふむ、よもやこれが証拠物件だと申されるか。廃棄物？これ全部ただのガラクタ？やっぱ治安官って誰でもできるもんじゃないよね。初めての調査であれば当然のこと。疑わしきは目につかぬと相場が決まっておるのだ。この映像の分析が済み次第我と共に。ん？待たれよ。主がポケットに突っ込んでおる。それは？サイン入りのポスターだよ。さっき拾ったの。なんかレアな感じがしたから持って帰ろうと思って。そのような価値が、うん、店長殿のお眼鏡にかなうほどのものがそうみだりに捨てられているとも思えぬ。ふむ、店長殿が映画に精通しておったがゆえ我はさまつな事柄を見逃さずに済んだのかもしれぬな。サインはぼやけているものの、確かにホリーちゃんへという文字が見て取れる。もしテディが落としたのであれば、司祭に調査する価値があろうというもの。捜査するゆえ、しばし待たれよ。うん。
硬活性エーテル物質による裂反応後の残留物を検出。数値も決して低いとは言えぬ。ホローの外にあるものだというのに、なぜこれほど高濃度の汚染が。とはいえ、これで操作はいくらか容易になる。そして我の方でも収穫があったぞ。テリーが失踪した折、ここに疑わしき車両が止まっていたらしいのだ。もし失踪に関連しているのであれば、その車両からもエーテル残留物が検出されるはず。早速確かめに行こうではないか。治安官補佐よ、疑わしき車両を速やかに特定した手腕見事なり。案の定、後輪からは例の残留物が検出されたぞ。おお、もう容疑者を逮捕する段階なんだね。ん？治安官補佐よ、慌てるでない。捜査に求められるは確固たる証拠。確かにエーテル残留物は疑わしい。しかれどもここは新エリートなのだ。かような汚染は原因が実に様々。結局のところこれだけでは特別おかしなところがあるとは言えぬ。案ずるでない。この車両を我が張り込むとしよう。どうせ睡眠は不要であるからな。働き詰めで大丈夫なの？いくら珍異だからって無理はしないでね。うむ、主演のやつにもよくそのように諌められるわ。我にしてみれば過ぎた憂慮と言わざるを得ぬ。誰も彼もがその調子なのだ。主演といい、ホリーといい、そして今や店長殿まで。明らかに命なき存在に対しても様々な感情を投影せんとする。人間とは実に興味深い生き物であるな。市民を助けるのは治安官の本分とはいえ、テリーもまた単なるボンプに過ぎぬ。つまるところ知能機械とは人間に危険が迫るとき身代わりになるための存在。例えば我には 01NG6 捜査用玉偶などという高尚な型番があるが、少しばかり機能の複雑なボンプと変わらぬ。生や死といったものに関してテリーも我もそれ自体に何ら執着がない。ホリーがあれほど悲しむわけが解せぬというのが正直なところよ。私たち人間はまだそこまで残酷じゃないから。そういうところが興味深いというのだ。安心せい、ボンプも玉偶も人間ほど脆くはない。今日の調査は大変意義あるものであった。この手がかりによって正式に治安局へ捜査令状を申請できるであろう。また店長殿にご助力を請うときは連絡を差し上げる。ではこれにて。
お会いできて光栄の至り。我は治安官の陳怡と申す者。治安局個別訪問サービスにいかなるご用がおありか。また自動応対モードになっているみたいだな。どうしようかに。陳怡を起こそうか。陳怡、今すぐ起きて。これは店長殿、しばし休息を取ったゆえ気分はそれなりに良いぞ。陳怡、少し疲れているみたいだね。大丈夫かい。ふむ、長時間シャットダウンしておらぬゆえデータが少々冗長になっておる。何、大事ない。このところ常に九段の疑わしき車両を張り込みしていたのであるが、かいあってクリティホローに出入りしている証拠をつかんだぞ。局の方には人手とキャロットの使用を申請済みゆえ、承認が下り次第テリーの捜索が可能となろう。ああ、お邪魔してすみません。治安官さんがこちらに入っていかれるのが見えたもので。ああ、あなたが陳怡治安官ですね。うちのホリーがとんだご迷惑を。これはどういったおつもりか。その説は誠に申し訳ありません。うちの子は何分世間知らずでして、こんなことで治安官さんの手を煩わせてしまうとは。あのボンプですが、いなくなってしまったものは仕方がありません。型式も古いものでしたからね。いっそこの機会に新しいボンプを買ってやろうかと。設定を復元した上でテディが見つかったと言って、これをあの子に渡してほしいんです。それを解決策としていいんですか。娘さんが可愛がっていたのはあのテディなんでしょう。しかり、ここはどうか我らを信じて。ふむ、しばし待たれよ。愛わかった。それが主の願いとあらば。陳怡、急にどうしたんだい。さっさと行ってしまったな。陳怡、どうするつもり。私たちはテディを助けるんでしょ。あ、本物のテディの方ね。あれはただ娘を心配する一介の父親に過ぎぬ。捜査の詳細なんぞあやつと議論しても仕方ないであろう。つい今しがた通信があったのだ。このテディ2号は役に立つかは未知数であるが、ひとまず受け取っておくことにした。一体何があったんだ。うむ、局からの承認が下りぬ。誤算であった。ボンプは人として計上されぬのだ。本件は行方不明ではなく盗難として処理されることになろう。これではキャロットと人員の申請はかなわぬ。ホローからの救出が遅れるは必定。テディを無事ホリーの元へ返してやれるかは俄然怪しくなってきたというわけであるな。だからって別人、別ボンプでホリーちゃんに嘘をつくのは違うと思うな。誰も諦めるとは言っておらぬ。あくまでテディを無傷で連れ戻すことが現実的でないと申したまで。ご両人は知能機械最大の利点を覚えておいでか。腕が折れたらつなげばよい。ボディが完全に壊れたなら新品を買えばよい。核となるメモリーチップさえ無事なら。いいアイデアだ。さすがは治安局の誇る AI システム。ひと味違う視点だな。マスター、落ち着いてください。落ち着かなくても構いません。頭からバーチャル冷水を浴びせて差し上げます。この目論見には脆弱性があります。つまりテディは8年前のモデルであり、今年の新モデルとは外見に差異があります。陳怡治安官の AI システムは緻密さの点で
さらなるイテレーションが必要なようですね。まるっきり違うというわけでもあるまい。少しばかり改造してやれば、古いモデルと遜色ない見目になろう。フェアリー、張り合うとこじゃないよ。新モデルと旧モデル、見た目がどう違うか探して。了解しました。ページ、ああ、旧バージョンのボンプより愛らしい存在なんてある、死ぬほど抱きしめたいを検索。以下が見つかりました。結果1、旧バージョンのボンプちゃんはお腹がまん丸、小さなポンポンが好きなのは私だけ。旧バージョンのボンプは機械式エネルギーコアのせいでちょっとぎこちないとこが超キュート。結果3、旧バージョンの方が表情豊かだったなぁ、くすん。以上の3件に従って外観を改造すれば旧バージョンのテディを再現できるでしょう。一体どこからこんな奇妙な投稿を見つけてきたんだ。いや、ありがとう、フェアリー。フェアリーはマスターに一味違った視点を提供します。なればやるべきことは明らかであろう。テディ2号の改造に取り掛かるとしよう。
治安官のお姉さん。ホリーね、さっき街でお姉さんとビデオ屋のお姉ちゃんが一緒にいた気がして、それで、あー、それってテディでしょ。もう見つけてくれたんだね。この子テディじゃない。お姉さん、ポンプ違いだよ。ホリーよ、それは誠か。うん、テディはホリーの一番のお友達だもの。絶対に間違えたりしない。テディの耳はね、転びそうになったホリーを助けてくれた時にこの辺がへこんじゃったの。お尻もね、ホリーが塗った接着剤が全然取れなくて後になっちゃったんだけど。治安官のお姉さん、テディ、もう見つからないのかな。だからこんな主はテディのことをよく覚えておるのだな。良いか、今回はそこにおる新人治安官が誤った情報をつかまされてしまったのだ。故にボンプ違いとなった。そうなの、全部私が悪いの。しかしこのチンイーお姉さんは老練の治安官、かように次元の低い間違いは犯さぬ。かくなる上は我自ら捜索に乗り出し、必ずやテディを探し出してみせようぞ。本当に？本当も本当。なればこれから我らは捜査に追われるゆえ、ホリーよ、主は一人でお家に帰れようか。うん、大丈夫。まことさとき子よ、たとえ見目がうり二つであろうと、たとえテリーの記憶が復元できようと、やはりテリー二号はあの子にとって別のボンプということなのであろう。何をしても一緒に過ごした時間まではコピーできないからね。それが命の大事なところなんだよ。で、あるか。まこと、人間という生き物は興味深い。先は罪をなすりつけてしまったこと、相すまぬ。だが、こうなってはいよいよ、ホローへ救援に向かうしかあるまい。こればかりは、店長殿に付き合ってもらうわけにはいかぬな。我一人にて遂行するゆえ、これにて失敬。
さっきも珍医に連絡したんだけれど、全く返答がない。なんだか嫌な予感がするな。まさか一人でフォローに入ったんじゃないよね。フェアリー、急いでインターノットを検索してくれ。珍医が立てた可能性のあるスレッドはないか。検索完了。可能性のあるスレッドが一件ありました。本文読み上げます。親愛なるプロ騎士殿、慎んでここにお知らせする。当方に一件の依頼あり、クリティフォローにてボンプを救出せんとするものなり、データ分析とパターン認識の結果に基づけば、目標位置は T8AE32 地域と見られる。受注の意向あらば至急メッセージを送られたし、詳細は対面にて。こたびの出会いが円滑な仕事の一助とならんことを願うものなり。データ分析とパターン認識か。それにこの時代がかった言い回し、珍医で間違いないだろう。なんということでしょう。当該スレッドにプロ騎士からの返信は見当たりません。最後の書き込みは13分前。内容は、当方フォロー付近に到着、これは最終確認なり、受注せんとするものなきようであればこの依頼どうか忘れてほしい。リン、このスレッドにある場所へ急げばまだ間に合うかもしれない。よし、すぐに動こう。何かお困りですか？賢い選択ね。必ず任務を達成します。マスター、珍医治安官を発見しました。ほう、これは何とも馴染みのあるボンプ。また会うとは思わなんだ。パエトーンよ、インターノットにおける指名手配第1号の自覚はあるのやら。かように軽率な依頼の受領、危機感に欠けると言わざるを得ぬ。他でもない、治安局の依頼だもん。将来何かあった時のために今から点数稼ぎしとかないとね。はて、これは面用な。依頼を受領した時点で治安局の依頼だとカンパしておったのか。珍医治安官、正直に言ってあのスレッドは、それはもう怪しさ満点だった。なんと丸分かりであったか。誰一人手を挙げずじまいであったのも道理。さてはパエトーンよ、無視、意外といいやつであるな。褒めてるつもりならそのびっくりした顔は余計だよ。まあよい、主の助けが必要であることは自明。いくらかの誠意は当然であるか。状況を教えよう。我は今事件への関与疑わしき車両を追跡しておる。それとおぼしき痕跡も発見済みでな。差し当たってプロ騎士殿にはフォローの案内を願いたい所存。我の調査をどうか手伝ってほしい。前回調査した疑わしき車両はここで行方をくらました。一通り HIA に登録済みの政府の調査活動と照合すれば、残るは全て疑わしきという寸法だ。主に座標を送ろう。
マスター、このフォークリフトから高活性エーテル反応を検出。陳位治安官が以前収集した証拠物件と一致します。フォークリフトとな。ホーローに廃棄されておるのは珍しくない。だがこやつは見るからに馬脚を表しておる。まるでただの廃棄されたフォークリフトです。全然怪しくないですと言わんばかりではないか。プロ騎士よ、強がることはない。マスター、未知の救助信号が検出されました。解析完了。ポンプからのものです。信号源へのルートを特定しました。治安官さん、ポンプの救助信号が見つかったよ。ずいぶん手慣れておるな。前言を撤回して主を逮捕すべき。どうだ、それなら追っかけてみたら。治安官のおばあちゃん。おお、怒りおった。これ待たんか。年長者を敬い幼きをめでるは美徳であるぞ。カチャって音がした気がするけれど、何も起こらないな。射出装置が故障しておるではないか。若者はそそっかしくていかん。まあよい、我が修理しよう。あまり遠くへ行くでないぞ。信号源は目の前だ。リン、あそこで陳位を待とう。変だな、信号がこっから出てるのは間違いないのに。テディ、あんたなの？キッドナンナンプー、キッドナンプー。誰？もうご紹介しましたよ。私はキッドナンプーズのキッドナンプー。共通語を話せるポンプちゃんとは激変屋さんですね。これはいよいよ逃がすわけには参りませんよ。それにしても、とあるポンプちゃんから拝借したこの緊急連絡デバイス、大変なお役立ちアイテムですね。相手がポンプちゃんなら必ず罠にかけられちゃうんですから。この人は少し普通じゃないみたいだ。早く戻って陳位を探そう。戻る？なんなんなん。私たちジッドナンプーズの手に落ちたポンプちゃんが逃げられるなんて思わないことですね。食らいなさい、対ポンプ用スプレー。急に真っ暗になったぞ。イアストの動機が断たれたのか。リン、君は無事か？今、目にちょっとチクッと。何？目が。もう平気だよ、お兄ちゃん。私はいいから。それよりイアスだよ。あの子はどうなってるの？フェアリー、イアスに接続できるかい？速度優先だ。切断からすでに28回にわたり再接続要求を送信中。すべて失敗。これよりバックアップ回線を試行します。イアス、バックアップ回線での接続に成功。ただし通信状況は極めて不安定です。通信システムに重大な損傷ありと推定。ですがイアスとチンイの間ではまだ通信信号が生きています。イアスをブリッジして
チーイーと直接通信を行いますか。マスターの正体が露見することを防ぐため、声の音程を下げ、エフェクト加工を行うことができます。ですが、その上でも、チーイー治安官にマスターであると見抜かれる確率は 43% に達します。マスター、ご決断を。チーイーにブリッジ接続を試して。了解。イアスをブリッジして、チーイー治安官の通信回線へ接続。チーイー、聞こえる？ほう。もう通信を復旧させたのであるな。さすがはパエトーン。心配はいらぬ。すでに救援信号のあった場所についておるゆえ、必ずや主のボンプを助け出そう。あやつに頼らねばホローからは出られんのだ。我とてエーテリアスになりたくはない。治安官チーイー、事件現場に到着せよ。これより主のボンプを救出する。えっ、止まりなさい。よい。さほう。治安局の方がこんなところにいるんですかね。私たちはちょっとしたビジネスでここにいるだけで、治安官様のお世話になるようなことはしてませんよ。いいな、今この時我は治安局の者にあらず。灰を説明せ。さもなくばこの唐辛子液、いや対ボンプ用スプレーを斧が舌で味わうことになろうぞ。待て、それは唐辛子液なんかじゃないんですね。実は高濃度のエーテル溶剤でして、どうか命だけをお助けを。全部白状しますから。高濃度のエーテル溶剤、それじゃあイアスは。おのれ、主が先ほど損傷させたボンプは治安局の捜査協力者であるぞ。いかなる罪に問うてくれようか。
だから私は知らなかったんですね。治安局だと知ってたら。ちょっと待ってください。あなたさっき治安局のものにあらずって。えい、つまびらかに申せ。何故ボンプに手を出す。主らのアジトはいずこにある。いかなる手口で犯行に及んだのだ。なるほど、高濃度のエーテル溶剤にて瞬時に侵食を着機。ボンプの内部システムを上乱せしめ、通信自己防衛モジュールへの機能障害を引き起こすと。テリーが目と鼻の先だったはずの治安局に救援信号を出せなかったこと。これで合点がいく。しかしこやつらめ、分解してパーツを売るためだけにボンプを稼働沸かすなどと、何故かようにくだらぬ罪を犯すに至ったのやら。おう、そうだ、主のボンプの様子は。イアスは大丈夫？うんな。外的な損傷は見当たらぬ。知能レベルに幾分低下が見られるが。マスター、悪い知らせといい知らせが一つずつ。悪い方が先だ。イアスは現在基本的な通信機能の維持で精一杯のようです。またフォローデータ収集モジュールの 87% が損壊しているため使用しないでください。続いていい知らせです。これ以上悪い知らせはありません。ふむ、テリーはこのエーテルスプレーを食らって数日が経過しておる。急ぎ救出せねば手遅れとなるぞ。キッドナンプとやらが自白したことによれば、連中のアジトには被害に遭ったボンプが大勢囚われておる模様。あやつを捕らえてしまった今、今日のうちにアジトを吸収せねば迎え撃つだけの猶予を与えてしまうことになろう。ここに至り、もはや出直すことまかりならぬ。パエトーン、主はどう思う？同意見だよ。でもイエスの機能はもう。どうしよう。珍異治安官、あの技術を使う時が来ました。お分かりですね。これはこれは、仮にも我らは AI 同士、その提案はあまりに手心がないのではないか。とはいえ一理ある。相分かった、あの技術であるな。ではカクカクシカジカで行こう。はい、カクカクシカジカで。待つんだ AI のお二人さん、人間にも分かるように話してくれ。到底人間が理解可能な言語に翻訳します。分散コンピューティングを用いてイアスの一部機能を珍異治安官のシステム上にインストールするのです。まだ理解不能だ。了解。さらに分かりやすい言葉でイアス珍異官における分散コンピューティングについてご説明します。あなた様が珍異治安官と感覚を同期させるのです。このようにすることで通信環境が確保されていることが前提にはなりますが、フォロー内探索機能を直ちに復旧できます。当該技術のリスクはイアスと珍異治安官がエーテルによる侵食を共有してしまうという点です。何？それじゃ我は一向に構わぬ。珍異、絶対に無理はしないで。心配無用。我は 01NG6 捜査用玉具。新エリート全市民を救う席を双剣に担いし者、人間よりよほど頑丈にできておる。そうであろ、ボンプよ。へんな。そこなる AI、
インターフェースの権限をそちらに解放する。同期を始めるとしよう。了解。同期を開始します。とにかく隠し通路は近い。我はスキャンするゆえしばし待たれよ。やはりここであるか。キッドナンプの話は誠であった。ガブッドバンプがテリーである可能性は。さすがはマスター軽眼ですね。確かにこのガブッドポンプの身元は不明ですが、テリーではありません。これは元より治安官の本分。プロ騎士、顔を背けておれ。主のボンプに今から起こることを見せとうない。むっ、これはメモリーチップ。死人に口なしとはよく言ったもの。犯罪者どもは往々にして口を封じれば罪を隠し寄せると考えておる。データは修復した。我の思考空間に接続せよ。データを主に共有しよう。なんとガブッドボンプを隠し通路のスイッチにするとは。パスワードを入力してから開けゴマだな。注意、ガブッドボンプに手がかりが存在する確率は。なんとガブッドボンプを隠し通路のスイッチにするとは。あの無知猛舞の輩は知能構造体を何だと思っておるのだ。キッドナンプのような輩を受け入れる組織のことだ。大した悪事を働く知恵もないと考えておったが、どうやら考えが甘かったようであるな。あなた様はガブッドボンプに条件反射で噛まれました。ですが幸いボンプの口に隠された隠し通路のスイッチを発見しました。張り紙の下に曲がりくねった4つの数字が刻まれています。こんなところにパスワードがあるわけが。いえ、これがパスワードなのでしょうか。やはりパスワードなのかもしれません。皇帝陳意治安官の考察は妥当です。この程度の知能で犯罪活動に関与するのはよほどの自信過剰であると言えます。手がかりはもう判明した。思考空間から出てよいぞ。
隠し通路を開くにはパスワードを入れればよいぞ。プロ騎士よもや忘れてはおるまいな。開け豆。注意、キッドナンプーズのチンピラが1名、マスターとチンイン治安官に接近中です。マスターたちが小柄であり、向こうの知能にも限界があるため、まだ気づかれていません。ですが、これ以上の前進は推奨しかねます。提案、チンイン治安官の状態から、彼女が強がっている可能性は、現在見回り中のではなく、映画に夢中のチンピラが隠れ家の近くにて足を止めました。あまりに近すぎて彼がスマートフォンで再生中の定時の神話が見えるほどです。仕方がないので彼と一緒に見ましょう。ようやく映画が終わりました。幸せな結末を見届け、チンピラは安堵の笑みを浮かべています。スマートフォンをしまい、硬化性エーテルのスプレーを取り出すと別の方向へと歩いていきました。行動の時です。待つか戦うか、どちらが早いかの判断はマスターにお任せします。実に考える価値のある問題ですね。これほどのボンプは全て助け出さねば。通知、以下はボンプにとってショッキングな情報です。イアスの心身の健康を守るため、フェアリーは分解をおさわり、バイタルを最後の一線に置換します。語義には一定の誤差が生じますが、ご了承ください。このボンプは人間性のかけらもないおさわりを受け、最後の一線を越えた結果、ボディだけが残されたようです。さっきのガブットボンプと同じであるか。また一匹、むごいも、幾度も幾度もボンプにこのような悪行を。ボンプらをかどわかし、分解し、売り飛ばす。人の欲望とはかようなまでに醜く歪むのか。完全に壊れておる。救助が済んだらこやつを連れて出ようぞ。指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが完全に壊れておる。救助が済んだらこのボンプの顔はなぜかように引きつっておる。完全に壊れておる。まだ意識があるではないか。辛抱せ。おらず、意識もはっきりしたアボカドボンプを発見しました。完全に寝そべっているように見えますが、実際は左右 0.5 センチ幅の高速振動を繰り返しています。このアボカドボンプは死んだふりを試みつつも恐怖を隠しきれていないのかもしれません。
我は治安官のチンイーと申す者。アボカドボンペよ、主はもう安全であるぞ。さらに激しく震え出したではないか。まさかホローに無断で入ったがゆえに治安官の姿を見てパニックに。侵食症状はさほどでもないが、電力をほとんど使い切っておる。アボカドボンプよ、友人のことは心配せずともよい。脱出してから充電すればすぐに目覚めよう。ビリビリボンプとブリッジ接続してメモリーチップを読み取るとしよう。これはビリビリボンプの視点。メモリーへの侵入は成功したようだな。高圧電流でドアロックを。どうしてなかなか侮れん。キッドナンプースのアジトの深部だ。かなり広いな。やはり見張りがおる様子。何かいるぞ。ん？どうしてここにボンプが脱走したのか。止まれ。ガブットボンプの姿が見えたような。一時停止して調べてみるとしよう。待て、先ほどのボンプの山の中にガブットボンプがおった。テリーかどうか確認しておかねばならぬ。テリーの耳にはホリーを守ろうとしてできたへこみがある。尻にはホリーが幼き頃塗り散らかした接着剤の跡。うむ、テリーに間違いない。侵食症状がかなり進んでおる。急がねば。テリーの居場所は分かったものの、いかにして侵入すればよいのか。
せっかく捕まえたボンクども、逃がしてたまるか。なんと、忍び足の極意を得得しておるとは、大したものよ。ボスに知られたら、今月の給料がバーバー。取り囲め。もう逃げられねえぞ。あ、こいつ隙間を、ボンクのくせにずるいぞ。行かせねえぞ、じたまたすんな。ああ、ボンクが逃げやがった。ボス、ボス。おいおいおい、こんなことでボスを呼んでどうすんだ。データは破損。ビリビリボンプが最後に消えた地点から手動で復元するとしよう。この時点でビリビリボンプはまだ動けていた。推測が正しければこのまま追いかけるうちにあやつは我らと出会った場所へと逃げ込むであろう。情報がまだ足りぬ。引き続き残りの断片を探そうぞ。データは復元した。次のメモリーを開くことができよう。これはビリビリボンプが襲撃された時に電撃を受けたボンプらは皆目覚めた。一遍気絶させたのにまだ逃げるか。こいつが、こやつはグループのリーダー格と見た。身体能力も知能も以前遭遇したチンピラを上回っておる。少なくとも 0.73% ほどな。見よ、あの 0.73% め、ビリビリボンプを抱えていたせいで手袋が黒焦げになっておる。つまりあの男の指紋を照合すれば身元が判明しよう。この 0.73% はやはりただ者にあらず、3件の刑事事件で逃亡中の容疑者であった。逮捕できなかったのも無理からぬことであるな。ほほう、そうまでして治安局に行きたいか。ならば次に会った時は我を責めるでないぞ。ビリビリボンプは最後の力を振り絞って電流を放った。リン、入り口はここだ。情報収集はこんなところであろうか。戻るとしよう。わかんだ。ビリビリボンプのお手柄であるな。隠し通路へ向かおうぞ。テディはここにおるはずだ。あの 0.73% ではないか。あやつを倒せばテディは完全に壊れておる。救助が済んだらこやつを連れて出ようぞ。時間がない。邪魔はしないでもらおう。
ムシの匂いを。オッケー。我はここだ。せい。やっ。懲らしめてやる。ここまで追ってきやがるとは。こいつを喰らえ。なかなかのやり方見た。我らは今はちょっと手こずるやもしれぬ。されど、チーム全員無事にコナダより連れ出してみせよう。一匹たりとも見捨てはせぬ。そこを動くな。そんなにいいチャンス。これがやる。ヌズルズアイ。逃がさない。サプレッサー K22 全弾発射。止まりなさい。50メートルもない。炎の出口は目の前だ。チー、聞こえる？まだ頑張れそう。人間とはまこと興味深い生き物よ。命なき存在とて、ガンとして諦めぬ。この執念、渇望、苦痛が命であると。僕は同じことも二度までは許すようにしているんだ。そして治安局にはもう三度お世話になっている。どんな用向きにせよ、今日はやめておかないかい？誤解であるぞ。今日は礼を述べに寄っただけのこと。ボンプ失踪事件におけるご両人の協力、誠に感謝申し上げる。メンテナンスの終わったテディをホリーの家に送り届けてきたところでな。実に感動的な再会であったぞ。あれ？気にしなくていいのに。だって私たちあんまり役に立ってないしね。まあ、もしチンイーが事件を担当してくれていなかったら、イアスが連れ去られていたかもな。ん？何か言ったであろうか。ああ、聞きたいことがあったんだ。チンイー、体は回復してきているかい？無論この通りピンピンしておるぞ。メンテナンスを受けて以降、以前より調子が良いぐらいだ。だというのに、主演のやつめ、未だに蒸し返されては無茶のしすぎだとお小言を賜っておる始末。全く頭が痛い。主演さんはただ真意にもっと自分を大切にしてほしいだけだろ。我とて進んで自らをないがしろにしておるわけではないぞ。この体が貴重なものであることは重々承知しておる。ただこの身が玉宮であることは、命の見方を人間とは意味するということなのだ。言ったであろ、知能機械の存在意義とは、そうすべき時に人の身代わりとなることにある。そのはずだったのであるが、こたびホローの中で確かに何やら重みを感じてな。
へえ、なーに重みって。うむ、強いて言うならば命の重みであったようにも思う。ほっほっ、人間に当てられてしまったのやもしれぬな。そもそもボンプでも珍異でも僕たちは一度だって万が一の時の身代わりだなんて思ったことはないからね。そういうこと。みんな大切でかけがえのない仲間なんだからね。マスター、特定のグループを好意的に評価する場合、ベアリーが漏れていないかを常にご確認ください。ほっほっほっ。フォローで我に起きたこともおおむねそのようなものであったということで、ここは一つ。結局フォローで何があったのかは教えてくれているようで何も教えてくれていないね。それほどに興味があるのであれば正式に治安官補佐となってはいかがか。治安官に？かっこいいとは思ってるんだけど、あの個別訪問サービスってやつだけはちょっとね。ほっほっほっ。そういえば主演のやつ、今回の顛末を知ってインターノット一斉美化計画はしばらく棚上げにすると言っておったぞ。個別訪問サービスの方は誠に残念ながら今後正規の業務内容になるそうだ。これもまた頭の痛いことでな。そうであった。前回この忌々しい業務のためにホラー映画を借りたであろう。たまたま持ってきておるゆえ、ついでに返却しておくとしよう。この映画、何者かに憑依されるシーンがあってな。何やら我が身に通ずるものを感じたぞ。どういうこと？珍影くらいすごい知能機械だと憑依なんてスピリチュアルなこともわかるの？これって珍影とイアスは合わせちゃダメそうだね。いやじゃなかった。一号？いつの間に？なんだ？憑依される側として確かに気分も良いものではないが、まこと力が増したように感じられる。であろ？えんや。